じゃん、よっす、ご無沙汰。やっぱ元気ですね。お疲れ様です。ね、お疲れ様です。なんかちょっと増えましたね。いや、超えたな。いや、なんかね、僕もそんなに僕もね、いつも YouTube 見る元気ないんですけど、うん、トレンドとか上がってくるじゃないですか。うん、こんなんやってるとか、うん、やってる。ゲストがすごいですね。ゲスト？ゲスト。もうゲストはね。春からダルビッシュ来て、うん、年末は坂本にも会えてんでしょ。うんうん、だからまあそれに1日2回も3回も、はい、60今年6でしょ。66 66歳で老けないですね。やっぱこういうことやってるから老けないんだよ多分。でそんなやっぱり、ね、ユニフォーム着てると老けるな。老けました多分な。だいぶ老けた、だいぶ疲れてるんじゃないかなと思って。いやだからこれちょっと持ってきて。お疲れ生です。いやいや、それもういいんですよ。いや疲れてるからなんか甘いもの差し入れあんのかなんて一切なかったですね。ああそうやな。まあキャンプの時は持っていかないからな。いやちょっとやっぱ板川さんね、まあ、それはちょっと僕はもう泣いてましたよ。わかりました。いや疲れてるのわかるけどさ、サングラスしてな、こう威嚇してんのかなっていうようなそんな感じ。まあ人はちょっと寄ってこないよな、あの風貌では。ね、なんでかって僕らベンチ11人やから守ってる時は2人しかいないんですよ、ベンチ。だから人いないんですよ、周りには。あ、そっか。だから夜も夜ないもないんや。でもね、宇田さん、これってね、宇田さんもユニフォーム着たら分かりますけどね、負けが込んでね、ベンチでね、ニコニコできますか。いや、それはできない。できないでしょ。うん、できない。だそれはもう自然とファームでね、もちろん勝ち負けだけではないと言いながらもね、うん、やっぱりなかなかそういうふうに朗らかな顔にはなれないですよね。まあ、朗らかな顔がないからな、もともと。いや、そんな朗らかな顔できる時もそうないんですよ、やっぱり。いやいや、ただね、もともとないじゃない。いやいやいや、もともと威圧系じゃない。だからね、それはあかん思ってね、うん、いつもそうやって言われてたから。でもたまに自分でもその映像を 見返す時あるんですけど、まあまあちょっとそうなってるなっていう時は反省してますよ。映像見返すの一応。いや、今いろんなそのデータっていうんですか、うん、自分たちで見るじゃないですか、うん、ほんならたまに僕もパッと出てくる時あるんですよ、うんうん、ああちょっとやっぱこれだいぶね怖いやろ。いや怖いけど厳しい。いやその厳しさがイコール怖いになってると思うよ今の若手は。まあでも本当に僕らの時代はね、宇田さんじゃあそうだったと思うんですけど、まあとだいぶ今は変わってきたので、うん、僕らの時のことも大事なところは残しながら、うん、やっぱ新しいところというかね、まあ今選手ファーストってなってますけど、ちゃんと教えてあげないことを教えてあげないといけないじゃないですか。まあそりゃそうだね。そこをちょっと僕らちょっと間違えないようにしていかなきゃいけないと思いますけどね、うん、でも言葉もきついからさ、あっちゃんの場合だからあんましゃべらないですよ。いやだから結構気使うやろ、しゃべるのにしても。言葉ってものすごい大事じゃないですか、うん、だから僕も二軍をね始めさせていただいて、やっぱりコーチと監督とはちょっと違うんでね、うん、あんまりその僕はそのわわ言わん方がいいなと思ってたんですけど、目についてしまう時があるんですよね。また身につくタイプやからな。そういう義理人情だと特に挨拶とかとかね、態度とか姿勢がね、もうすぐ僕は気になってしまうんですよ、うん、だからもう負けててベンチにこう背もたれしてるようなやつがいたら大変やろ。よう見てますね、うん、やっぱこうやって前のめりになってる。これはね、僕は大事なことだ。いやそれは大事よ。野球選手ってかかと大事にかかっていい時は何もないんですよね。いやいや、かっこいいよな、言うことは。確かにそう、確かにそう。やっぱりね、伊藤さんってね、真剣になるときって、人の話聞くときに、目上の方にね、こんな話聞く人います？いない。やっぱそれって僕は企業も一緒と思うんですけど、うん、やっぱりちょっとこうして聞かなきゃいけないでしょ、うん、何笑ってるんですか。いや、前かがみになってな。で、守るとき、走るときね、足速かったでしょ、かかと大事で走れましたか。打席でかかと大事で出ましたか。で教えてもらったですね。いやよくなんかファームの指導がよくわかるわ、見えるわ、すごく。なんかちょっと今なんかちょっとなんか、いやいや、そうだろ、かかと対象に来たらいかんやんて。でも間違ってますか。いや間違ってない、一言も間違ってない。ただなんかそれは言われてるみたいな。ちょっと待って、ただ伝え方がどうだったのかなっていうのがさ、お前らなーっていうのと君たちさみたいな、そんな君たちさってさ、なね、まあキャラじゃないけどな。いやでもそれはね、関東は君たちさでいいかも分かりません。でもやっぱりだんだん西に行くにつれて、でも中間じゃない、名古屋って。そうなんですよ。そこはどうすんのよ。だから僕らは関西人やから関西弁ですよね、うん、だからまあまあそれ多分大事ですね。でもそれは僕は全部できたかといえばそうではなかったと思います。やっぱ
そうだろうな。いや、それは想像察するわ。なんで察しますか。察してるよ。いやでもさ、まあユニフォーム着て苦労するな。でもね、僕もこの2年間はやっぱりそのファームをやらせていただいて、うん、この2年間っていうのは本当に貴重な経験させてもらいましたね。で、何が一番の貴重になったの。全く違うわけじゃないですか。一軍ってやっぱり勝利優先でしょ、もちろん。まあまあ、お金の取れる選手たちがいるっていうことだよな。いや、ほんでやっぱり目標はやっぱ優勝じゃないですか。もちろん。で、二軍はやっぱり目標っていうのは、もちろん優勝なんですけど、目的は優勝なんですけど、目標っていうのはこの選手がやっぱりここまで成長すると、うん、段階っていうんですか、うん、もちろん1年目とか年齢とか、ね、ポジションとかによって、やっぱりこういきなりポンと上手くなる選手もいれば、うん、なかなかそう上手くならないけど、3年目にポンと来る選手とかもいるわけじゃないですか。うんうんうん、だからそれのなんかこう喜びというか、うん、また逆に言ったら我慢、うんうん、忍耐っていうのはすごい。なんで笑うんですか。忍耐っていうことが一番似合わんかなと思って。カチンときたらもう忍耐もやってくるまなくなるタイプやからな。いやいや、でも僕なりには確かにね、感情に走れば事故を失うっていう言葉があるんですよ、PL の中にね。でもそれじゃあかんとね、やっぱ日々反省するんですよ、僕だから。ああ、ちょっと言い過ぎだなって時はちょっとね、寿司持って帰ったり、優しいね、お好み焼き持って帰ったりね、しながらやったんですけど、うん、まあだからそういう面で、その一軍の選手よりももちろんレベルが低いわけじゃないですか、うん、で知識も低いわけじゃないですか、うん、そういうところをこう、まあ、いろんなコーチが教えていてくれたり、うん、またコーチから学ぶこととか、今の選手の本当にその高校出て18歳、19歳もし大学出てね、22歳、23歳の選手たちとこう触れ合うというか、もうお父さんが僕より年下とか、うん、僕たちの同級生とか知り合いとかがの、まあ、高校や大学で、うん、が監督のチームにいた選手がいるわけじゃないですか。だからこれはね、ちょっとしたもジェネレーションギャップも感じますよ。けどもう今はその選手たちに頑張ってもらわなあかんというのがあるから、うん、で今の選手はちょっとかわいそうなのはやっぱりコロナで練習できてない、うん、です体力だけじゃなくて声出したらあかんかったでしょ。ああそうだな。だから声の出し方もあんま知らないですよ。これってそうですよ。だから声出しちゃいけなかったから、分かるでしょ。分かる分かる。だから最高とかの声じゃなくて、そのなんか野球の声ってあるじゃないです か、うん、だからそれを3年間できてなかったから、それはね忘れますよ。忘れるというか教えられてないから分からないはずです。でもそういうのはその自分を鼓舞するための言葉の発し方とか、はい、そういうのは教えていったん。じゃあ僕なりにね、うん、今コーチも教えてくれますし。いやでもさ、ファームにいるとさ、やっぱこう急には成長しないと思うけども、2年間やって成長してきたなっていう選手はいるでしょ、やっぱ。特にね、やっぱりね、やっぱ1年経ったら2年目ってガラッと変わります、うん、それ名前出せる。あ、これみんなですよ、これは。いや、これ1年目より成長しない選手はいないです。あ、そう。それはやっぱりその練習する体力、うん、でやっぱりその取り組む意識、うんうん、でやっぱりみんなトレーニングさしますから、うん、体つきが、うん、立派になりますよ。でやっぱ打球、僕よくバッティングチャーするんですけど、やっぱ打球の速さ、強さ、飛距離というのはやっぱりものすごいやっぱ変わるし、うん、やっぱり1年目から2年目になると、うん、自分より後に入ってきた選手とのやっぱりライバルというか、その見方が変わってきて、うん、でやっぱ1年目から2年目になるときに、1年目に戦力外になる選手を見るわけじゃないですか、うんうんうん、それやっぱりそのプロ野球ってあこうなるんだっていう、うんうん、おそらく目とか耳からいろんな情報が入ってきてると思うんですけど、実際に自分が一緒にやった選手が今までは卒業じゃないですか、うん、それがやっぱり戦力外というふうになることがすごいやっぱりその身近で、うん、そういうようなことを感じるっていうことが、いい悪い影響じゃなくって、やっぱり緊張感が走ると思うんですね、うん、でも幸せなことやな。でもその成長が見れるっていうことは、こんなにまたその一軍の選手のもちろん勝ち負け嬉しいんですけど、うん、いくらその僕たちがやってもやっぱゲームの一本という、うん、ね、でもそのご存じのとおり、その試合での1打席の結果っていうのは、はいはい、やっぱこれは練習じゃやっぱできないことであって、うん、プロ野球ってとにかく試合で、練習はみんないいけど試合で結果出さないことには評価されない世界じゃないですか。まあそれはそうだね。だからそういう面で僕もすごくやっぱり変だけど、まずファームだからできなくて当然っていう、これは変な意味じゃなくてですよ、うん、それをできるようにしていくのが僕たちの、まあ、役目じゃないですか。まあ当然だよな。でもやっぱり自分の中でえっていうことも多々あるんですよ、うん、そのこれできないかっていうようなこともあるわけですね。
でもやっぱりそういうふうに思っちゃいけないとか思って、こんなに詰まるかみたいなのあるでしょ、やっぱり。その時は言葉思い出しますよ。思い出すでしょ。お前もすごい詰まってたやろと。せやなぁ思って。けどあれピッチャー飲まされたなとか思いながらね。いやだけどあの新潟のお前フリーバッティングは9割5分ぐらいホームラン打ってて、なぁ。もうこんな胸張ってお前ベンチに帰って見ましたか言ってまだ練習やからな言って言葉返したらいや試合は見といてください言ってだからそれぐらいのねだから振り返ればね僕も昔の映像見たらクソ生意気なガキやなと思いますよ自分で自分をやっと分かったでもねその練習で9割5分ホームラン出るかって話ですいやそうそうだ それもあるじゃないですかいやそれはけどいやだ練習でできないものは試合ではできないからね絶対でそれはもうちょっと僕はそれ酔いすぎたわけですよ、うん、新潟でねあんなでお前言うとったもんな阪神の校長の時はあんな詰まりますかってお前飲もからあれだけ詰まってお前バットもらんでピッチャーも超えんかったやんか言ってそうしたねって忘れるタイプやからなあの悪いこと忘れちゃうんですよ ねでもそれはね本当思いましたうん、あの俺もそうやったそうであったけどそれに理由なかったなと思って、うん、一生懸命やったけどそういう打席もあったけど、うん、けどもうちょっと打ったなとか思う時あるじゃないですかいやそれは打った打ったでだからそういうふうな気持ちを忘れちゃいかんなっていうことはすごく思いましたね、うん、ちょっとこういう名刺出すけども俺あの今年ね田中今年ね今年、はい、去年ちょっとあの怪我かなんかで棒に振ったじゃない、はいはい、でファームでも練習参加してるでしょもうはいしますあの子はどうなの俺ものすごい期待してるな今ねもう内部情報あんまり言ったら怒られるんですけど、うん、これは武藤さんが見られてる通りと思いますよもう彼の場合はやっぱそのアジア大学のね、うん、うちはその春は明治のあ春はアジア の, あの田中、うん、秋は明治の村松というね、うん、日本一のキャプテンが2人入ってきてるんですよ、うん、だからその辺のやっぱ大学出てね1年経ってはものすごく変わるじゃないですか、うん、でも田中っていうのはそれはもう期待が大きいですよそれは何どっちなのショートなのセカンドなのセカンドですあやっぱりなで、まあ、今年はねルーキー2人がショート入ってますんで、うん、競争という面ではね、うん激しくなったと厳しくなったと思いますよいや田中のあの守備を見た時に菊池と双璧やなっていうぐらいのイメージがあるのキレがいい守備に対して武藤さんもセカンドやられたりね、うん、ショートやられたりサードもやられてましたけど全く豊さんとかはまあショートも結構守ってるじゃないですか、うん、で大学時代セカンドじゃないですか大学時代セカンドの人がプロに入ってショート守ることは違和感ありましたいやものすごいある遠いでしょ遠いで前に出たら絶対アウトならないから、うん、だからどうちょっと守備位置が前になるよねそれは今振り返ればですよその経験したことは良かったですかいや良かったよ悪くはですね、うん、悪くはないけどもやっぱり器用貧乏にはなりたくなかったっていうのが一番の本音でもこれ今か振り返ればですよコーチやったら多分豊さんの打撃を生かしたわけじゃないですか、うん、だから多分あのセカンドミヤンでしたっけいやミヤンちょっと入れ替わりだからお前もう相当古いぞお前入れ替わりやそうでした山下大輔さんがいたんだあそうそうそうで元井さんがいたんだセカンド右のね西鉄から来られたそうだからでもその中にやっぱ豊さんの足とやっぱり若さの勢いをなんとか使いたかったわけでしょだからやっぱりどっちかでこう使おうとしたわけじゃないですかでも体力的に見てもやっぱセカンドが適任っていうふうにはやっぱそんなあの違います運動量的には全然違うだからショートが10やったら、うん、豊さんは今までだったらサードセカンドファースト、うん、どんなもんですかいやもうショートがやっぱり一番10やったらまあ10やったらセカンド8やんあやっぱ8あるんですか8あるよサードはサードは7ファーストはファーストは6よかったちゃんとやっぱそういうふうに見られてるんですね、うん、例えばそこでサードが5とかねいやいやサードはサードで恐怖感があるでしょサードはボールの切れ方が半端じゃないもんでもそれは豊さんがもともと二遊間の選手だったから、うん、よく言われる球の球筋見えるじゃないですか、うん、だからやっぱ反応っていうタイプよりも足使ってゴロ取るっていうふうなイメージなんでしょ二遊間の方は、うんうん、だからやっぱサードには反応があるしこう受けちゃったら力がある、うん、力がいるからな遠いでしょファーストまでそうそうそういやだからそんな簡単じゃないのサードが簡単かって言ったら全然簡単じゃないしと言って今の野球で結構ファースト大事じゃないですかいやファーストは大事でキャンプで一番しんどいのがファーストでしょ、うん、練習場なはいだからまあ田中はやっぱりうちのキーマンですよあやっぱなってキーマンですよなるほどね、はい、
じゃあ次の動画では一軍のいよいよこうヘッドとしてデビューする一軍の話を聞きたいと思います。じゃあそれは決めていいです。僕は決めていいですか